どうもこんにちは、最近ですね、冬の暖房器具ということで、キャンプの時に使えるような暖房器具というのをご紹介してきましたけれども、実際ですね、着るものっていうのも結構大事なんじゃないかなと思います。まあ、キャンプの服っていうとですね、皆さん、例えばワークマンの服だったりとか、ボアがついてたりとか、ダウンだったりとか、かなりあったかい服装されると思うんですけども、それでも寒いというのが冬キャンプです。僕はですね、寒さっていうのは上半身よりも下半身に来るんじゃないかなと思ってまして、足さえあったかければですね、結構我慢できたりします。ということで今回はですね、こちら電熱パンツというものを用意してみました。このズボンの中にですね、ヒーターが入ってまして、まあ言ってみれば電気毛布に近いような感じなのかな。お腹のあたりとお尻のところ、それとですね、膝とすねの部分に2箇所ずつ、電熱ヒーターが入っています。まあ、電熱ベストをご存知の方は分かると思うんですが、ここにスイッチがありまして、3段階で温度調節ができるようになっています。弱であれば38度から45度、中であれば45度から55度、強であれば55度から65度の温度調整が可能というふうに説明書きがあったんですが、果たしてどうなのかと。まあ、電熱ベストを紹介している動画は結構あるんですけども、この電熱パンツに関しては、あまりね、紹介しているのを見かけなかったので、今回取り上げてみようかなと思います。で、電熱ズボンというのもですね、いろいろ種類があるんですが、今回はね、こういった感じのちょっとスウェットっぽい感じって言ったらいいのかな、そういったものを選んでみました。お尻の部分にはね、ポケットがないんですが、一応左右にポケットがついてます。それと今回サイズは XL にしたんですが、ここの中にもね、ゴムが入ってまして、割と伸縮性がありつつ、結構キュッと締めてくれる感じのものです。で、ここには紐付きと。まあ、デザイン的にもですね、このままで十分履けるものではあるんですが、裾がリブになっているので、重ね履きもしやすいと思います。でも感じとしてはね、履いてみるとこんな感じなんですけども、ここのね、スイッチの部分が T シャツで、まあ、隠れるぐらいの位置にあります。なので、まあ、こうやってね、履いてしまえば、まあ、いわゆる普通のパンツですよね。これパンツ？ズボンです。なので、まあ、普段履きもしやすいんじゃないかなということもありまして、今回はこれを選んでます。で、この中にですね、USB ケーブルが入ってまして、こんな感じでもうね、このまま取り付ければいいだけということになってます。モバイルバッテリーだったりポータブル電源だったりにつなげることで、このズボン自体がですね、発熱してくれるということになってます。さあ、それではここからはですね、実際に電熱パンツ試していきたいなと思います。この電熱パンツなんですが、モバイルバッテリーは付属してません。なのでね、1万ミリアンペアアワーのモバイルバッテリー、こちらを用意しました。で、使い方としてはですね、これが USB 端子になってますので、こちらをですね、このまま直接、この USB 端子に突っ込みます。結構特殊な形状してるでしょう。特殊な形状してるんで合わなさそうなんですが、グイッと押し込めば普通に入ります。お、今つきましたね。これをですね、長押しします。長押しすると、こんな感じで今赤く光ってます。30秒ぐらいでね、暖かくなるらしいんですが、今ね、ほんのり暖かくなってる感じです。いわゆるね、北海道よりかは温度が低いんですけども、こうやってやってるとですね、必要十分な暖かさな感じはしますね。あとここも暖かい。一応入ってるのがですね、ここの部分と、あと後ろですね、それとあとは膝とすね、この6箇所に入ってて、こう上から触ってみるとですね、暖かさがよくわかります。このズボンだけでも十分暖かさを感じるようなズボンになっています。まあ、でもこの上に着た方がいいのかな。なんかね、この上にもう一枚着ることによって、なんか暖かさが倍増するような気がしますね。なんかこう上から押さえてないといけない感じがするので、なんて言うんだろう、例えばこのズボンに春北海道を貼ったとして、こう押さえつけてないと暖かくならないですよね。そのままだとあんまり暖かさを感じないように、これもね、
この上にもう一枚ズボンを履いてちょっと上から押さえつけてあげる方があったかさを、より感じることができそうです。あ、でもあったかいな。なんかこう想像では、電気毛布を、履いてるような暖かさなのかなと思ってたんですが、さすがにそこまでの、ね、暖かさはありません。ただ普通のズボンより全然違う。やっぱ暖かいですからね、これ自体が。ズボン自体が暖かいのと、あとここにやっぱり電熱が入ってるので、ここの温度がすっごい上がってるのはわかります。今そんなにね寒くないんであれなんですけど、寒いところではかなり効果的に、特にここの暖かさが効果的になってくるんじゃないかなと思います。まあ、なんかね、キャンプでの寒さ対策ってのはもちろんなんですけど、例えば釣りとかにもね、なんか良さそうな気がしますよ。動きやすいですしね、動きやすいし、モバイルバッテリーさえあれば十分な暖かさがあるので、海とかでね、釣りをされる方とかにもいいんじゃないでしょうか。なんかこう触ってみるとね、この辺に線が入ってるのはよくわかるんですよ。わかるんだけど、それによるごわつきみたいなものはないですね。履いててなんかじゃあ気になるかっていうと全く気になりません。今はこんな感じで赤ですね。最高の温度でやってます。モバイルバッテリーも問題なく使えてます。で、ちょっとね気になるのが、まあ、どれぐらいの電力を消費しているのかっていうとこだと思うので、ちょっとやってみましょうか。ポータブル電源につないでちょっとやってみます。今この赤い最高の状態ですね。これで、10W。10W 使ってまして、ちょっとこれの容量忘れちゃったんですが、70% の状態で、10W の電力を消費していて、使える時間が 27.8 時間となってます。まあ、さすがにね、これにつないでっていうのは難しいかもしれませんが、まあ、延長コードみたいなのがあれば、そうですね、かなり長い間使えるんじゃないでしょうか。まあ、とはいえね、モバイルバッテリーで使うっていうのが一番考えられる使い方だと思うので、まあ、やっぱり2万ミリアンペアアワーぐらいのモバイルバッテリー、それがあった方がいいような気がします。1万だとね、ちょっと少ないかも。はい、ということで今回は、電熱パンツ。なかなかですね、YouTube の動画見てても、あんまり紹介されてないんじゃないかなということで、今回ご紹介してみましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、暖かさとしてはですね、このズボン単体でも十分使えますし、あとは、モバイルバッテリーなどをつなぐことによってですね、特にね、下腹部とこのお尻ですよね、その辺にね、暖かさをすごく感じるので、まあ、冬のですね、防寒対策として、十分ありなものじゃないかなと思います。今ね、膝もあったかいです。まあ、あとこれがね、太ももにも合ってくれるとすごくありがたいなと思います。僕的にはですね、太ももが、あったかいのが一番あったかいなと感じるので、これがね、そうだな、すねもでもあった方がいいんだろうか。すねよりかは太ももにあった方が、ちょっとありがたいかなという感じはします。まあ、ただですね、低温やけどの対策とかであんまり太ももにはつけられなかったのかもしれないので、なんとも言えないんですけどね。まあそんな感じでですね、今回の買い物はですね、僕的には結構賭けでした。まあ変なものが届いたりとか、あとは何でしょうね、全く暖かくなかったりとかしても、まあまあしょうがないかなっていうぐらいの感じで買ったんですけども、賭けには勝てたのかなという感じがします。これぐらい暖かければね、十分なんじゃないでしょうか。ということで今回は、電熱パンツ、Amazon でねかなり吟味して選んだものなんですが、電熱パンツをご紹介してみました。それでは